素晴らしい。今日は天気が晴れていて爆心日和ですね。あれは爆心王さんの姿をゲートに確認、兵装の準備中と推測します。1、2、3、4。はい。あ、ミスった。今日販路だったわ。フラワーさんにジョーダンさんも、若干の衝撃を確認。どうしましたか？あ、いえ、そのトレーニングの時間ですから当然ではあるのですが、あんなにバラバラの生活を送っていたのに、時間になれば同様にトレーニングを行うのだなと。でもあれ、3000m の並走らしいよ。スプリンターなのに相変わらずチャレンジャーだよね。え？あ、爆心！わあ、もうちょっとだけど、両切れか。ナイスパスだよ、兄ちゃん。フラッシュさん、勝ちたい。勝ちたい。わかりました。勝ちたいなんです。この学園の生徒は勝ちたい。必ず誰もが。すみません、説明を省略してしまいました。トレセン学園に在籍する全ての生徒が持っている共通点の話です。爆心王さんは学園生活では常に模範であろうとしています。その思いはレースでも同様だから、必ずレースは勝ちたい。ジョーダンさんは常に爪の状態を気にかけています。ドレスアップの意図のみではなく勝利のためでもあります。私、爪が勝利の秘訣だからさ。ケア用品どこだ？フラワーさんは人を喜ばせることが好きな馬娘。それは花壇の様子から見て取れました。それはレースでも同様なのでしょう。みんなをもっと喜ばせるために強くなれるところです。生活模様こそ異なりますが、誰もが勝ちたい思いを根底に持ち生活にも溶け込ませている。それこそがトレセン学園なんです。